皆さん、こんばんは。7月1日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の時間足です。本日朝方作りました売買方針は、今日はまあ買いから入りたいということで、111円ちょうど100等円の90の間で、買いを考えました。まあ、差し値100等円の90に入れましたけれども、まあ、実際今日はですね、緩んでも、111円が割れずといったところで、一番緩みがこの111円の027ビットベース、029までアスクベースですね。ということで、111円ちょうどに入れても買えなかった。まあ、グワネがずっと重たい展開が続きましたが、3時ぐらいから欧州勢の参入、また4時以降、ロンドン勢の参入と、もう上のストップロスを引っ掛ける形で、じりじりと買い上げて、今、ちょうど一番高値。111円の411までやっております。まあ、もともと今日は25、35ゾーンぐらいでリグいたいというようなイメージでございましたので、まあ、上に行くというイメージなんですけど、まあ、なかなか綺麗に買えなかったなというふうに思います。まあ、オーバーナイトで考えればですね、まあ、111円ちょうどっていうのはもう全然深くて、そこまで下がらないだろうと思いますので、まあ、下がって、まあ、111円15近辺かなというふうに思います。111の15買いで、100等円の85銭でストップを、ロングの利食いは111円の45でイメージをしてみたいです。次は、ユーロドルです。ユーロドルは今日本日、唯一、戻り売りで考えた、まあ、通貨ペアでございますけど、1.1870 で売りをさしましたが、こちらの方もできておりません。一番の高値 1.1860 まで、これあと10ピップス、まあ、まあ、なかなかね、10ピップスはまだ離れてますもんね。ここでまあ、売れずに今、またもう一回383まで下がったといった展開です。夜にやる分においては、やっぱり、まあ、1.18、この60、まあ、これ抜けたらまたストップも出そうな気はしますけども、でも、まあ、1.1865 で売りを、1.1895 でストップを、そして、買い戻しは、これはちょっとはっきりわからないので、一旦ここの、まあ、日足のサポートラインでございます、1.18の、30割れのところですね。1.18の20でショートの利食いを考えてみたいと思います。ユーロ円です。ユーロ円も、本日は朝方、買いで考えました。131円の45で、イメージをしましたが、これも朝方55すら割れずに上がってしまった展開です。まあ、131円の70近辺であれば買いから入って、131円のまあ45でストップ、利食いをまあ130、まあ現状高値96までですけれども、132円のところ、ちょっと日足を見てですね、132円近辺、これちょうどこの辺りなんですけど、まあ、ちょうど日足の雲の、まあ、この上には、21移動平均線が132円の48にあって、日足の、雲の上限も132円の55ぐらいにあると、まあ、2円のミドルはだいぶ重たいんだろうなという気がしております。なので131円のもし70変えたとしたら、やはりここの、まあ、日足の雲の上限もしくは21日移動平均線よりも手前でどこかでリグいたいなというふうに考えて、132円の30でロングのリグイを考えてみたいと思います。次はポンド円です。ポンド円についても、今日は買いで考えましたが、まあ、153円の15全く届きません。まあ、夜に向けては153円の30はちょっとなんか近いような気がして、まあ、153円の20で買いを、152円の
こちらの方、ストップは90で153円台、まあ、瞬間的に3の969まで、これ、まあ、一瞬跳ねておりますけど、ここですね、5時以降ですね。なんですけど、まあ、一旦は、自分としてはですね、跳ねたところは、やっぱり、しっかりと153円の20もし買った分はですね、推しを買ったら、90のこの高値ではなくて、それの手前で153円の70近辺で買い戻したいなと、そんなふうに思います。次は王子円です。王子円については、朝方これも買いでイメージして82円の90でイメージをしましたが、全くこれも押しがないまま上に上がってしまいました。83円割れてないですもんね。83円の10も割れてないぐらいでございまして、まあ、オーバーナイトであれば83円のこの25近辺買いで、83の25買いの82円の90ストップで83円台、利食いは83の83の60ですね。でイメージをしてみたいです。すいません、先ほどですね、ちょっと私ポンドドルをちょっと言い忘れてました、ごめんなさい。今ちょっと一緒に、オージードルとポンドドル一緒に説明したいと思います。すいません、順番がちょっと逆になりましたが、ポンドドルに関してはやはりこれ上値が、時間してみると非常に重たい、展開でございまして、やはり 1.38 の前半、 1.38 の10、売りで 1.38 の40ストップで買い戻し 1.37 台、もう今安値更新しておりますけれども、 1.37 の4時間足を見て、まあ、これも安値切ってってるんで、まあ、冷やしになりますかね。 1.37 のイメージ的にはこの辺りのゾーンですけどね、 1.37 の、まあ、利食いとしては60ですかね。3810の戻り売りができて60という形でしょうか。続けてオージードルです。オージードルも上値がやっぱり重たいです。ドル買いが鮮明になってきているといった状況でございまして、 0.、こちらの冷やし、今4時間足、一旦あの戻りはですね 0.75 の、30あたりで売りを考えてみたいです。 0.7560 のストップで、買い戻しは 0.74 台、もう一回75まで突っ込んでますけどね、0.74 の私は85で買い戻しをかけてみたいと思います。ニュージー円です。ニュージー円に関しては、推しを買うスタンスで、朝方も今日は買いで考えて77円の20で考えましたけど、これも、全く、触らないまま上に上がって、しまいました。77の50割れてないぐらいですね。まあ、今現状80近辺にいるので、まあ、77円の、55から60ゾーン、まあ、60でしょうか。77の60の買いで、77のストップを、まあ、ここで一番安いのは218がありますけど、まあ、77円のこの063が直近の安値ですね。買い戻しを考えるとしたらやっぱり77円の、すいません、買いで、あのストップを考えるとしたら77円のやっぱり30あたりだと思います。77の30でストップを。
77の60がもし拾えたらということで、78円台の前半、78円の25で、ロングの利食いを考えてみたいです。タイトルに関してはやはり戻りが重たいということで、これは戻り売りで、0.70 の30で、売りから0.70、この抵抗線60、買い戻し0.69台、0.69 の55で買い戻しを考えてみたいと思います。まだ雇用統計を前に、もう今日の段階で、111円の40421まで上昇と、ちょっとマーケットがやっぱりどうしても買いにくいので、レベル感で売ってしまいがちで、特に東京が売り上がった感じが非常にしていて、昨日ぐらいからそうですね、上にストップがあった分を引っ掛けられたかなというふうに思います。ただまあ今日朝一番で、じゃあ111円のその10近辺とか、まあ、推しをですね、元気よく買えたかというと、まあ、なかなか買えなかっただろうなと思いますね。まず動かないんじゃないかというイメージが強かったので、今日に関してはちょっと様子見って言いますか、あえて、参加しなかった人たちも結構多かったのではないかというふうに思います。ドル円がここまで上がって、クロス円を全部たくり上げている状況ですね。ですので、まあ、レベル間でショートを振ることは、まあ、あんまり得策ではない、推しを買うスタンスの方がおすすめかなと、そんな気がしております。また今晩何かございましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今晩の相場展望チャート分析編でございますが、この辺で失礼させていただきたいと思います。それでは、また何かございましたら、よろしくどうぞお願い申し上げます。それでは、失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして、誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。